皆さん元気ですか？アリーナ DM チャンネルようこそ。ぜひそしてぜひ今日もたくさん肩を進めな曲でした。レイジンフリーバーという曲、ライフフォーム、一緒にチェックしてましょうね。3、2、1、ゴーゴー。あ、メンバー紹介からかな。ピアノの音もすごく綺麗ですね。私は何の楽器、まあ弾かないから、なんか羨ましい気持ち。おお、ちょっとクラシックっぽい。ナイス。おお、これめっちゃ綺麗。へえ。わあ。なんかすごいパワフルスタート。すごい、すごくいい。わあ、ビズの音楽って魔法みたい、本当に。わあ、マジで鳥肌だった。
すごい、この曲の力。高すぎる気がします。はすごくいい。まあ知らないけど、でもこのパフォーマンスを、そしてこの曲と一緒になんか、おお、わあ、そしてこの solo と一緒に。なんか伝説のパフォーマンス似てる。まあ夢かどうか知らないけど、すごい。わあ、ああ、また鳥肌。わあ、伝説かどうか知らないけど、私にとってこのパフォーマンス伝説です。わあ、いやマジでうわあしか言えない。何も、Wash away. わあ、この曲を聴くと胸の中の気持ち、ローラーコースターみたい。すごく落ち着くになると、すごくワクワクの気持ちも全部同時に。素敵。わあ、ブラボー、それすごかった。
か、きっと男性とのパフォーマンス出したでしょ。だって、すごかった。いや、言ってた通り、ただ、言葉、足りない。本当に、あまり何も出てこないから、ただ、わあ、すごかった。めちゃくちゃ強かった、このパフォーマンスを。いろんな意味で、なんか、精神的にも、すごくなんか、うわあしか言えない、すごかった。はい。皆さんのコメント待ってます。どう思いますか？この、今日このこと、このパフォーマンス。皆さんにとってこの曲は、何者ですか？好きですか？特別な曲ですか？何の気持ち、この曲を聴いて、このパフォーマンスを見て、感じますか？ぜひ、コメントで教えてください。はぁ、マジですごかった。はい。コメント待ってます。新しいクエストももちろんいつも待ってます。アリナちゃんでした。バイバイ。